ご紹介ありがとうございました。東工大の黒川です。今日はこのようなタイトルで発表させていただきます。でこれはいつも出しているスライドなんですけれども、微生物研究を取り巻く現状ということで、微生物は地球上の至るところに存在しており、環境と密接に関与していると。で微生物の研究というものはバイオ分野のみならず他の多くの分野と連携が可能になるわけです。で既に多様なデータベースが世界中に多数存在しております。しかしながら、微生物と、環境との関連性を記述しているデータベースというものはまだ世の中にほとんどございません。でさらにですね、専門知識を持っていないバイオ分野以外の人は利用が困難な状況にあるというのが、微生物研究を取り巻く現状でございます。でそこで我々はですね、当初からですね、このマイクロビ DB.jp ということで、微生物に関わる、微生物といっても特に細菌、古細菌に関わるようなデータを、全て統合したデータベースであります、マイクロビ DB.jp を開発してまいりました。でこのデータベース自体は遺伝子もしくはゲノムですけれども、と、あと系統、でさらには環境というものを全て統合化して、表したようなデータベースであります。でどのようにして統合していくかというと、全てを、の情報を、ゲノム上にマッピングをしてあげて、ゲノムをさしずめ地図に使いまして、その上に全ての情報をマッピングすると。で例えばメタゲノムなんかは、例えば海水から取ってきたメタゲノムでありますとか、土壌もしくは人の腸内でありますとか、このようなところでメタゲノム研究が現在盛んに行われてますから、こういうものは全てこのゲノム、すなわち、既にシーケンスをされているような、完成されたようなゲノムに全てマッピングすることが可能なわけです。でこれに、ひとたびマッピングをしてマッピングすることができれば、このようなゲノム、すなわち系統と環境というものがここで結びつくということになるわけです。で、これまでの我々のデータベースの開発で、どういうことが実現してきたかということを少しご紹介させていただきます。で異分野のデータの統合化のために、先ほど来ずっと話がありますけれども、セマンティックウェブの技術を徹底的に導入して統合化を図ってまいりました。でデータ間のをリンクするための、ゲノム情報であるとか、オーソログ遺伝子情報、さらにはメタゲノム情報を、徹底的に整理いたしました。でまた、全データを、RDF 化してあげて、各データ ID 間のリンクを構築いたしました。でまた各種オントロジーの開発、各データにそれらをマッピングするということで、データに対して付加価値を与えております。またアノテーションの高度化のシステムの開発や、ユーザー認証システムの開発や、あと先ほどもお話がありましたけれども、スタンザ、可視化のアプリケーションであるスタンザを開発、でさらにはデータをですね、広く研究者から集めてくるための、マイギャップと呼ばれているような、ゲノム自動アノテーションシステムとの連携というものも推し進めてまいりました。でこれは、我々がその、これまでに作ってきた RDF ですけども、今いろいろございますけれども、トータルとして11億 RDF の、11億トリプルの RDF を、整備してまいりました。でさらに開発したオントロジーは、ここには DBCLS のご協力、ご協力ではないですね、 DBCLS およびバイオハッカソンで、開発されてきたようなファルドでありますとか、インス DC のオントロジーでありますとか、このようなもので、あと我々のところで独自に作り上げたようなこういうものでありますとか、あとこちらも DBCLS ですけど GMO と、これらのオントロジーを全てデータベースの中に、用いて、セマンティックウェブのデータベースを作り上げてきております。でまた独自のオントロジーとして、例えばオルソログ関係 のオントロジーであります新しいオルス O というものを開発し、これらを標準化するということで、国際的に標準化することということで、今現在、これは規制権のグループですけれどもが、頑張ってくれているところです。でこのようにしてできた、インターフェースは、このような形になっておりますけど、microbe.db.jp というサイトを現在オープンして運用している、開発するとともに運用しているところでございます。で改めてマイクロビ DB.jp の開発で実現したことといたしましては、既存のゲノム中の各遺伝子の情報、これオーソログや系統プロファイル、さらには環境プロファイルですけども、こういうものを整備いたしました。でまた菌株保存期間に存在する菌株の情報、これは生育培地でありますとか表現型の情報、あとは遺伝子の機能組成でありますとか、こういうものを整備いたしました。またさまざまな環境中の細菌群種の情報、これはメタゲノムから得られるような情報ですけれども、これらも系統組成でありますとか遺伝子機能組成を整備しました。
でさらにこれら3つの情報をすべてシームレスに統合しました。でこの結果どういうことができるようになったかというと、もちろんこんな自然言語では問い合わせはできませんが、まあ、高温環境に多く存在する遺伝子はどのような遺伝子か、例えばその他にはその遺伝子はどのような系統が主に持っているのかというような問い合わせに対して、まあ、答えを簡単に得ることができるようなデータベースになったわけです。でさらに、この成功を受けてですね、現在開発をしておりますけれども、さらなる開発を続けておりますけれども、研究開発の目標としてはどこにあるかというと、まあ、これまで作ってきたマイクローブ .db.jp を、まあ、より広い微生物種を対象として、まあ、拡張していきましょうというふうに考えています。また、まあ、データ収集や更新自動化によって、まあ、持続可能なシステムにしていく必要が、まあ、可能な限り省エネルギーにしようと。でさらには、まあ、あの解析プロトコール、すなわち例えばメタゲノム解析ですと、まあ、日々解析のプロトコールが、更新されている状況です。我々も追いかけるのが大変なぐらい速いスピードで解析手法というのが新しくなっておりますけれども、まあ、それら最先端の解析プロトコールを、まあ、常に実装したような解析結果の可視化というものを、まあ、皆様に提供していくと。でこのことによって、まあ、研究者コミュニティだけではなくて、まあ、不特定多数のイノベーターを対象とした利用性の向上を、まあ、徹底していくことができるのではないかと考えています。ですなわち、まあ、単なる統計量の羅列、要するに検索することによって単なる統計量を羅列するだけではなくて、まあ、大規模データからの 新規の知識を発見を容易に行うことが可能なような、まあ、DB を超えた DB システムを構築することを、まあ、目標に掲げているわけです。で主たる共同研究ということで、まあ、拠点が3つあります。東工大はこのようなメンバー、あと遺伝研このようなメンバー、あと寄生研このようなメンバーで現在開発を取り組んでいるところであります。で今日はですね、じゃあ具体的にどういうことができているのかというところを少しあの皆様に、ご説明させていただきたいと思います。解析プロトコールを実装した各種スタンザの開発を現在も進めています。でスタンザの説明はもう先ほどあのご説明があった通りなので、割愛させていただきますけれども、まあ、単なるあの先ほど申しましたように単なるその検索結果の羅列をするスタンザのみならず、まあ、解析そのものですね、比較ゲノム解析などや、まあまあ、こういう複雑な解析を通して得られた結果を、皆様に検索によって提供するとっていうような形を、現在開発しているところであります。で例えば、まあ、スタンザの例としては、まあ、簡単なものですと、まあ、遺伝子のアノテーション情報を、まあ、このように表示するようなスタンザ、あとはオーソログの遺伝子のリストを表示するようなスタンザ、あとはゲノムに関する基本情報を、まあ、このように表示するようなスタンザ、まあ、この辺は非常に比較的、まあ検索して、活用できるような簡単なスタンザの例になっています。で少し複雑になってまいりますと、まあ、例えばメタ 16S 解析、これは 16S リボソマル RNA をターゲットとしたメタゲノム解析ですけれども、そのメタ 16S 解析による分子構造ということで、まあ、このような円グラフを用いたような、可視化の技術でありますとか、まあ、メタゲノムからも、同じようなことができるんですけども、メタゲノムの方の膨大なデータを使っても同様のことができるようになっています。でさらに、我々のデータベースで例えばレイクというような環境用語で検索することも可能になってまして、まあ、レイクのようなもので、検索したところで、まあ、レイク由来のゲノム解読済みの株はどういう株がありますかとか、そこで多いようなオーソログの遺伝子はどういうものですかというような形のリスト化をすることができるようになっています。でこれらスタンザですけれども、これはスパークルソンとかですね、DBCLS とともに、作り上げてきておりまして、まあ、現在、我々の手元にあるスタンザは、まあ、統合スタンザと合わせて、大体約130種類ぐらいのスタンザをすでに開発しています。で、このようなスタンザをたくさん開発してくると、まあ、どういうことができるようになるかというのを改めて申し上げると、例えば研究テーマとして、まあ、工業排水のメタゲノム解析が、まあ、研究テーマだったといたします。でこうしたときに我々のデータベースを使うと、まあ、どういうことができるようになるかというと、まあ、まずこの工業用排水のメタゲノム解析を例えば、まあ、うちの研究室のでもいいんですけれども、学生さんに、まあ、これがあなたの卒研のテーマですよ、修士論文のテーマですよというようなことを与えたときに、まあ、彼らはですね、まず排水から DNA を取ってきて、まあ、それをシーケンサーでシーケンスをしてメタゲノムを解析をしてですね、でそこからありとあらゆるプロトコールを経ていろいろなデータを出してくるわけですね。まあ、ところがうちのこのデータベースをマイクローブ DB.jp を使ってあげると、どういうふうにこれが表現されていくかというと、まず工業排水における、まあ、細菌群集構造はどんなふうになっているんですかという質問です。
でこれは細菌群衆構造を明らかにすればよいので、まあ、そのシーケンスが終わったデータをまあ解析をしてあげれば、まあ、これ先ほどお示しした通りで、まあ、サンプルにおける細菌群衆構造をまあ分類群ごとにまあ円グラフのような形で提示することができるわけです。したがってこれはもうデータさえ我々のデータベースに入れ込んでいただければこの表示が完成するので、あとは例えばサンプル名でありますとかそういうもので検索するだけでこれが出てくるということです。でさらに2番目、サンプル間でどのような変化がありますかと。例えばサンプルがですね、時系列なんかで取られていたようなデータの場合、例えば汚染があったりありましたよ、でそれをきれいにしました、じゃあきれいにした後こういうふうになりましたとすると、当然サンプル間で汚染前後でですねどのような変化があったかっていうのを比べなければいけませんけれども、これはですねサンプルごとに細菌群衆を比較してあげればいいわけで、まあ、そのためにはこういうスタンザを用意しておりまして、例えば下のところはサンプル間でどういう違いがありますかというのを一目瞭然で、まあ、簡単にこれ検索だけで表現することができるようになるわけです。でさらに3番目、どのような細菌種がいて、遺伝子が、まあ、細菌種や遺伝子が環境因子と強い相関を持っているのかっていうのを調べたいと。ですなわち環境因子と強い相関を持つ遺伝子や種の探索しなければいけないわけです。例えばそれが温度に依存しているのか、 pH に依存しているのか、ある特殊な化学物質に依存しているのかというようなことです。でこれらは、microbdb.jp のデータベース本体に、まあ、全ての、今世界中で出されているようなメタゲノムデータ等が、ゲノムデータ等が入っておりますので、それらと、比較をしていくということになります。で例えばこれは横軸が温度ですけれども、まあ、ある温度の環境においてこの、バクテリアっていうのはたくさん見つかってきますよと。っていうと、まあ、これ例は、ちょっと極端な例ですけども、まあ、これは高熱菌ですから、まあ、割と高い温度域に生息していますね。でこちらのバクテリアの場合は温度域がこのぐらいのところで生息していますねと、っていうようなことが分かってきますから、これはある環境因子とゲノムの関係、もしくはメタゲノムの関係というのが、これは、ただ検索するだけでその関係性を得ることができるようになっている。でさらに相関係数というような形で数値メタデータ、すなわち今言ったように温度とか pH ですけれども、と系統遺伝子機能の存在量の相関を、まあ、外観できるようになってますので、まあ、このようなリストを、まあ、表示することができると。なおかつそこではピアソンの相関係数なんかも表示できると。でダウンロードしていただくことも可能になっています。で4番目、まあ同様の環境では、まあ、この場合工業排水ですから、まあ、同様の同じような似たような環境ではどのような細菌群衆が存在するんだろうかというのを、まあ世界中のデータからまあ探してきてあげようと。それはもう同様のメタデータを持つサンプルをまあどうやって探してくるかということですけれども、これも非常に簡単にできるようになってまして、まあ数値メタデータの分布をまあヒストグラムなんかで表示させるようなスタンザがありますので、例えば温度だけであれば温度のところでどのようなサンプルがあるのかというのが、まあ、どれぐらいのサンプル数が今まで解析されているのかというのが分かりますから、まあ、この情報をもとにしてサンプルを集めて、先ほどの比較ゲノムの比較メタゲノムのスタンザを使ってあげれば、結果が出てくるということになります。で最後ですけれども、まあ、同様の細菌群衆はどのような環境に存在するのかということで、まあ、同様の細菌群衆構造を示すようなサンプルとの比較を今度してあげればいいということになります。でこれにはですね、我々ビトコミック2スタンダード、うちの研究室の森先生が開発されたビトコミック2というものがありますけれども、そのスタンザですけれども、まあ、これはユーザーが持っているようなメタ 16S データとかメタゲノムデータと、まあ、類似したような系統組成を持ったサンプルおよび環境カテゴリーをまあ検索してくれるようなスタンザになります。でまあ、アトモスフィアとかですね、ジオスフェアとか、まあ、こういうような環境がありますけれども、まあ、これが階層ごとに、このように表示されますが、じゃあどういう環境とあなたの持っている環境は、微生物群衆の観点からよく似ているのかということを、まあ、環境を探し出すことができるようになるわけです。でさらにまあこれだけではなくて、これはバード、先ほど、冒頭で高木先生が歴史的説明されましたけど、バードの時代から僕が開発してたものですけども、ヒトメタゲノムなんかで、まあ、いろいろな情報が今出ていますから、あなたの興味のある遺伝子もしくはあなたの興味のあるバクテリアの種というものが人の体の中にはどういうところに存在しますかというものを、このように表すようなマッピングの、可視化ソフトでありますとか、当然、地球上のどういうところからサンプリングされたデータですかというものを、まあ、このような Google のマップを通じて、提供することもできるようになっています。でさらにですね、今
我々のところで課題となっているのは、まあ、情報、まあ、それら、研究者の中でですね、埋もれてきているような情報が多数存在するんですけれども、そういう情報をですね、できるだけこうかき集めてですね、再利用できるような形を取りたいと思っておりますので、先ほど冒頭で少し申し上げましたけれども、ゲノムアノテーションパイプラインであるこの MyGAP というツールがございますが、まあ、ここと、あと、この MeGAP と呼ばれている、これはメタゲノムの解析パイプラインですけれども、まあ、こういうものを通じて、ユーザーからデータを集めてきてですね、このゲノムリファインというゲートウェイを通すことで、microbeDB.jp の中にこのデータを呼び込み、この本体の巨大なデータベースと比較をすることができるようになると。というようなことをシステムを現在考えています。でこのシステム自体は現在遺伝研のグループが、頑張って作ってくださっているところであります。で先ほど申し上げたこの、研究テーマ、工業排出のメタゲノム解析というこの研究テーマですけれども、これ実はですね、某水処理関連企業の A という企業が、まあ、分析ソリューション事業という事業所があるんですけれども、まあ、そこがですね、まあ、これまで分析サービスをいろいろやってきています。ただそれを他社と差別化をどうしてもしたいと、で膨大な分析結果を何とかして視覚化したいというような要望がございまして、それで、実はこの1年ずっとその、企業とも話を続けてきて、ようやく来年度からまあ事業化予定になる見込みであるということに伺っています。で最後にまあ取り組んでいる研究一覧ですけれども、オミックスデータへの対応とか、まあ、この辺は申し上げた通りですけれども、特にこの5番6番7番ということで、まあ、皆様にですね、まあ、有用にちゃんと使っていただけるようなユーザビリティの向上というところをまあ中心に据えて、まあ、今後、開発を続けていきたいと思っているところであります。以上です。